川物夏の夜はフレデリック・ディー・リアスが1911年に作曲した還元楽曲。1912年作曲の春初めての格好を聴いてとともに小オーケストラのための2つの商品を構成する。川の上の夏の夜とも、初演は1913年10月にライプツヒで行われた。曲中で重要な役割を担う木管楽器には高い技巧と、 豊かな感受性が要求され、これによりこの曲はディーリアス作品中でも最も演奏指南な楽曲の一つとなっている。曲は夏の水面を飛び交う昆虫や木々にかかる薄もやを想像させる情景描写である。約6分半マイナス7分フルートにオーボエイチ、クラリネットにファゴットにホルンに言語部非常に静かにとの指示によって開始される。 曲は揺れる川の水面を表すかのような穏やかな恩恵に終始彩られている。練習番号3からはチェロ、練習番号4からはバイオリンとビオラからもソロが出て夏の水辺の情景を奏でる。練習番号7からは遠くで弱まっていくかのように徐々に静かになっていく旋律との指定があり、その直前の小説にはオンザブリッジという発想表記も見られる。 最後から4小節目の静まっていくの指定の通り曲は静かに終わりを迎える。出展ありがとうございます。